対決になっていますが、フォーク打ってファーストゴロ、バレラキャンバスを踏んでスリーアウト、最後落としてきましたね。ピッチャーとの兼ね合いがね、まあ、あったりもするとは思いますが、右中間方向山口持っていきます。これは伸びていくライトフェンス際まで、ただここで失速、柳町が追いついています。これもいい感じ山口打ったように見えましたが、そうですね、ヒヤッとしましたけども、球威が勝ってますよね。これがそう、はい、初球から来た、フライが上がった、セカンド浅村、風はライト方向に向かって、岸、ライト、岸、背番号58、4番の渡辺です。初球いった、レフト上がっている、下がっていくレフト、フェンスいっぱい、追いつきました。